くお願いします。文献紹介、直川技術科学大学、資源言語処理研究室、ムエルファンハイと申します。今度の文献紹介でベトナム語の単語分割について話します。その文献は、第6名のNatural Energy Processing Pacific Rim Symposium。 だから最初その文献について、一般的に話します。最初はベトナム語、ベトナム語には、アジアン語ですが、そのローマン字の文字を使って、形成すると、その文字で、スペースに沿って、正音節を分けて、だからその論文は、WFST のモデルと、ニューロンネットワークを一緒の結合して、アルゴリズムを、こののアルゴリズムは 97% のアキュラシーを得られた。最初にはベトナム語について、ベトナム語は、スペースを使って、音節を分けるだから、その、単語の分割の問題は、音声と音声をつながっていって単語を作成する。だから、単語分割の問題には、曖昧性、単語と単語の結合の曖昧性、その単語、その辞書以外の単語があれば解決する、と、まあ、プロナウンネームの、認めると、モフィムのリループに書いてよ。だから一般的にベトナム語について、話します。言語には、その言語 の谷でベトナム語はティンというです。そのティンの構造には、次 の主張の構造のテーブルに、貼っています。その最初は、アクセンがあるんで、その文字の構造の中で、コンソナントを分けて、フォーコンソナントとかセクンドとかメンとナスあるんで、その例文例を取って、例えばそのトンというの単語、それは習慣です。その習慣は、アクセンがある、グラフのアクセンがある、first consonant は、T、second は U、こっちですね。main vowel、これは main vowel、これは not consonant。で、構造して一の、点を構造させています。その単位は、単語、一つの単語は、例えば、遠い、私、そのモフィを、二つの点つながっていて、単語を作成する。例えば、ロースは、花、これはフラワー、ハウンピンクを、一緒つながっていて、単語を作成する。とか、それは二つの点は、意味を持っていて、意味を持っている。別のは、意味を持っていないの、点も含めて、単語を作成する
この名の礼。だから、前回の仕事です、の仕事ですけど、その文献、その論文には、2001年だから、まあ、その時はベトナム語をまだ研究されてないだから、別の、この方法は、同じの ASEAN の言語の中で、別の方を使って処理するだから、例えば、ノンギマッチングとか、マキシムマッチングモードを使って、タイと、中国語を処理しているとか、これはルバイと、合計倍について処理するの方法、でその論文の中で、おすすめのモードは、文を入力する、プリプロセッシングする、WFT を使って、処理すると、条件を検査して、結果出るとか、ニューラルネットワークを使う処理、もう一回、処理する。最初は WFT モードについて、そのモードを、中国の単語分割を使って、そのモデルを、ちょっと、真似して、その通り図にするんですね。最初はその、その、定義するときは D はの G 素で、H は、点の集合で、最初は P、その後は、品詞のラベルで、だからそのの、H の中でその集合のシナボル、それは、各シナボルはその、D、その字素 D の中で、レリツ合わせて、あとはそのの、weight、そのラベルの weight を計算する。最初でそのの、最初もその例率の中で、後の結果計算するときは、もっと小さい の結果を選びます。その次層で、確率を計算はその公式を使います。で、その次層は、シナボを、そんなの図を分けると、その品質も含めて、次は、さっきの公式使って計算するのスコアみたい。その字素の確率を計算するときは、そのコパスを使って、その2万
200万の単語がある。だから、バランス、インバランスの問題でいろいろなの論文の中で取って計算すると、物質でそのアノテテの実装もその の、ベトナム のセンターオブレクシコグラフィーも含める。次は代名詞のアイデンティフィケーション、その中国国その論文の中には、中国語を使っているの方法を基づいて、そのルール、その同じのルールを決めてその日の費用を表します。だからそのもんそのの、その方を使ってですが、ベトナム語には、曖昧性のいろいろな問題の曖昧性があるんで、例えばその問題は、全角と半角、例えば、それ3つの単語ですが同じの意味で、違うの書き方ですね。例えば、全角とかこっちは半角書いています。これは、その結果得るときは選んでの、一正しいの文を選ぶ。その文を入力するときは、その文を入力するときはその単語を分割して、その単語の中で、スコアも含めて、その、いろいろな計算、いろいろな、の結果出るんですが、そのスコアを計算する後は、一番小さいのものを選びます。でネロン、これはネーロンネットワークを使う。例えばそのネーロンの分ですね、分割するときは、3つの結果が出るんですが、1つの結果だけ正しいですが、前の同じようにスコアを計算するんですが、同じ、そのスコアの小さいは、小ささは、誤差は、小さいだから、一番いいの分を選べないだから、もう一回ニューロンネットワークを使って計算する。そのニューロンネットワークの、で、入力の、入力のノード、ノードは、6がある。ハイデンのノードは10ノードあると、アポトスは1。それは、ネーロンネットワークのパラメータ、そのチェーニングのコバ数で、それはハイデンと、誤差計算すると、正しいの率。最初はその方法の、実験するときは、これは、文章を入力する、それは、正しいの文章 と、分割中を、違い
の分、その計算するとき、簡単に計算するとき、この、その列は 98% を得られた。その結果の、結果を光るときは、5から10%、との普通のラプニオステを使って上がるんですが、実はその結果、その実験の結果を見ないだから、ちょっとまだ分かりません。で、そのチェーンリングするのコバスとか、実験のセットを使うの、実験する使っているのデータはどのような感じのか、まだこれの論文 の中で書いてないだから、ちょっとはっきりまだわからないですが、書いて のは書いてみるなら、まあ、いい結果を得られました。はい、以上です。